はい、こんにちは、おやじです。今日はね、11月の3日木曜日です。ドライブをしてましたら、また公園を発見したんで来てみました。こちらですね、芦田地区公園、結構でかいですね。これね、ついて分かったんですけど、これ、ね、以前ね、ともチャンネルのともちゃんとね、遊びに来たところですね。なんでね、この下にね、第二駐車場があったのを思い出したんで、そこに止めてきました。それではね、ちょっと歩いてみたいと思います。はい、早速ね、噴水のところ、ここが多分メインじゃないでしょうか。噴水のところに来ました。前回来たのはね、夏ぐらいだったかな。アイスコーヒー片手に来たんで、もう2、3年ぐらいは経ってると思いますね。いい感じです。結構ね、敷地も広いんでね、まあ広場とかありますけど、お散歩とかね、そういうのにも適してると思います。先ほどのね、印西市印波西部公園だったかな、あそこに比べて人がやっぱり多いですね。で、まあここもね、野球場があってね、まあ私よりは若いでしょう、親父たちが野球をね、楽しんでました。こんな感じですね、噴水なかなかいいですね。向こうにもありますね。こんな感じでね、若干色づいてるのもありますけども、やっぱり紅葉にはまだちょっと早いですね。しかしね、今日はね、やっぱり祭日なんでね、人が多いですね。特に子供たちがやっぱり多いですね。ここはね、こう見ると、まあ、住宅街ってよりは団地なんかがちょっと周りを囲んでる感じでしょうか。豊かな、まあ、八千代市なんですけど、ユリの木台、そこら辺の地名のところですね。こういうのはいいですね。あ、でも水の流れが止まっちゃってますね。これ出てるとまた、まあでも子供の安全とかでね、いろいろあるのかもしれないですね。やっぱりね、ワンちゃん散歩してる人多いな。マナーだけはね、いつも通り守ってください。こういう感じでね、真ん中の方にはちょっとスペースがありますね。噴水とかがね、あら、これは何でしょうね、シロサギとかそういうやつかな。白、色が綺麗だな。他にもね、カモなんかもいるかな。とやっぱりコイがいっぱいいますね。あの子ちっちゃいな、割と。近づいてこないかなと思って見てるんですけど、やっぱりね、なかなか近づいてこないですね。なんかね、時折お尻をプリプリして可愛いです。あそこにね、カモがいますね。さっきのじゃあ、もう少し歩いていきたいと思います。しかしね、ほら、すごい天気いいんです。今日は雲一つない、まあ、雲あるところはあるんですけど、今ここら辺は雲がないですね。気持ちいい、超気持ちいい。なんか下の方もね、ちょっとした水場のある公園があります。こっち側にやっぱり続いてるのかな。あれは何かな、ちょうど公園の出入り口かな。
さっきもね、こんなやつありましたからね。出入り口かと思います。こっちはトイレかな。お花も咲いてます。この上も登れるようになってるんだけど、アパートとかに行くやつかな。お、プレイボールの合図でしょうか。なかなか広いな。この間来た時こっちの方には来なかったかな。やっぱりトイレですね、ここはね。屋根付きの机ベンチがあります。これはね、ちょっとしたアスレチックと遊戯があります。アスレチックって呼べるようなものではないかな。まあ机椅子なんかもありますけど、割と汚いんでね、ここら辺は、年代が経ってるような感じがします。なんかそこにもちょっとなんかあるな。感じですね。でもこの公園なかなかいいな。静かなところは静かだし。そっちはテニスかな、なんかね、音が聞こえますね。で、こっちが球場ですね。もうね、試合が終わって、さっきね、グラウンド整備してたんで、ちょうど帰るところだったんでしょうね。こっちがテニスになってますね。私もね、昔少年野球やってたんでね、ちょっと野球場とか見ると懐かしいですね。小学校2年生から6年生ぐらいまでやってたのかな。とっても懐かしいです。はい、ってことでね、野球場近くから回ってきたんでね、ほぼ一周してきた感じですね。これね、ちょうどいいぐらいの広さかな。まあ、狭すぎないし広すぎない、歩いてもね疲れないし物足りなさもない。静かなところもあるしね、賑やかなところもあってね、なかなかいい公園ですね。はい、こんな感じですね。第一駐車場はね、野球場の裏側ですね。台数が少ないです。第一は、第二はいっぱいあります。はい、ということで、ちょうど一周散歩しに来ました。芦田地区公園散歩、いかがだったでしょうか。なかなかおすすめできるね、いい公園でした。駐車場もね、全部で44台かな、完備されてますし、とってもいい公園でしたね。それではまた別の公園で会いましょう。